こんにちは。僕はビーズやキム・ミチェルと活動しているサンプマティです。今日はこのボックスコンティネンタルを弾かせていただきました。今日初めて座ってましたけど、でもすごいディスプレイが分かりやすくて、早く簡単に自分の音色を作れるようになりました。このキーボードはロック向けかもしれないですね。オルガンも特徴だと思いますね。この LED ディスプレイで簡単にドローバーの位置を分かりますよね。それは特徴だと思います。あと僕の好きなところはオルガンと EP とピアノと他のシンセとか全部混ぜれますから、それもすごい特徴だと思います。楽しく音色デザインもできますし、いい鍵盤だと思います。見ている皆さんは多分この角度気になると思いますけど、僕も初めてこういう角度でこの鍵盤を弾いてたんですけど、意外に弾きやすくてすごいかっこいいなと思ってました。と僕のライブでもビーズのライブでもこの 角度でライブやりたいなと思ってます。